申し込む。小山明子が初告白、昨年両胸の父がんを手術、早く済んでよかった。大島渚監督の妻で女優の小山明子、83が8日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』に出演し、昨年9月に両胸の基地がん手術を受けていたことを初めて告白した。ステージ1だったという。司会の女優黒柳徹子84に、これは初告白で今までおっしゃってないそうなんですけど、父がんの手術のことは。去年9月に水を向けられた大山は、はいと認め、早期発見やったから早く済んでよかった。その年2016年の暮れからちょっと引っかかっていた。影があるからジャンプとしたところで検診してくださいと、きっかけを説明した。17年1月から乳腺科に通院し、左に6ミリのがあると言われた。経過観察後6ヶ月検診で右にも2箇所見つかり、生体検査で癌だと判明。すぐ手術を決めたという。息子にはお母さんいいのと聞かれたが、今更おっぱいがあろうがなかろうがいいじゃないと、両方の乳房を除去することを決断したという。